ます。メリークリスマスです。今回は渋谷のアウォーサムストア東京さんにて、なんてアウォーサム、アウォーサム、アウォーサム、正しい発音がわからない。あ、わかる？アウォーサム。わからないじゃん。全員英語力。アウォーサムストア東京さんにて、今回ねクリスマスプレゼントを選びたいなと思っております。各ねチームに分かれて、まあ、買いに行ってるんですけど、僕たちは今日この3人でクリスマスプレゼントを選んで、まあそれをどう使うかはちょっとお楽しみということで、うん、それではじゃあ早速意気込みとかありますか？一番いいものを選べばいいってことですか？うん、そうです、一番いいもの、バレンシアガ行こう。違う違う違う。はいどうも、はいどうも、はい、はい、ツバです。ツバです。はい、まあ、みんなにあげるっていう、みんなにあげるイメージで、あなたにあげる、あなたにあげる感じでクリスマスプレゼントを、買いに来たので、はい、まあここチームで、はい、僕はあなたの家宝になる、プレゼントを選びたいと思います。それでは行ってみましょう。いやもうすごい、もうホリデー仕様になっております。すごいです。このクリスマスツリーとか2000円で買いましたね。これプレゼントだったら俺もこれプレゼントしよう。ありがとうございます。はい、やってまいりました。やってまいりました。本日の企画の趣旨分かってらっしゃいますか？何も分かってない。何も分かってない。シンプルなデート企画だな。いや、デート企画ではないんですけど、あ、まあそうですね、ここでクリスマスイブということで、はい、まあちょっとファンの皆さんにね、もうあげるプレゼントを、まあ、ちょっとこちらのオーサムストアさんで、しかも2000円以内で、2000円以内、2000円以内でファンのみんなが喜ぶような。本当？まあ、それ実費でプラスしてもいいの？いや、実費でプラスしてもダメ。企画の趣旨がもうとんでもないことになるから。ということで、ね、本日はこちらのオーサムストアさんで、はい、2000円で、okay. みんなが喜ぶプレゼントを買っていきたいと思います。マフラーだ、スヌードだ。スヌードええな。な、冬だからあったかくしてもらわないと困りますから。俺こういうのめっちゃ使うんだけど。いいね。自分で冬で靴下履くんよ、家の中で。あ、かけるよじゃなく、違う、もう自分用ね。そうそう。え、めっちゃ靴下持ってんの。レッグ、あ、おウォーマーズだろうが。だからこれもう完全に腕だね。足、レッグって書いてあったら足だよ。何見てたの？あの、セスキ、何に使うんだ。衣類のお洗濯に。ドアノブスイッチ周りのお手入れに。虎年だからこういうのもいいね。なんかその何、干支のもの、うん、縁起がいい。最近メガネにハマってるからさ、かわいい。絶対どうでしょう、似合いますか？いや、自分用やん、もう。自分用。めっちゃいいじゃん、これ。バッサルト。あ、いいじゃん、いいじゃん。バッサルトありだと思うで。うん。バッサルトいいな。活用性もあるし。おしゃれ。なるほどね。はいはいはい。まあでも、2000円だったらいろんなものが選べそうですね。これさ、なんか詰め合わせて、オリジナルの、これだけのクリスマスプレゼントってものができるかもしれない。そんな気がしてきた。何が喜ばれるかね。もしかしてなんですけど、人以外に当たる可能性あります？猫とかに当たる可能性があるんだったら、これすごい喜ばれるかな。これさ、ご飯食べる前に引き寄せよ。これ可愛くない？可愛い。サシャみたい。え、俺好きだわ、こういうの。サシャわかる？わかるわかる。あのチョコのやつだよね。サシャ。これシャレだったらもうね、サシャだ。サシャ。これすごいな。幅広がりますね、これ。すごい、かわいい。ピーラーだ。すごいよ。みんな料理とかするかね。
僕考えてきたんですよ、今回の作戦。なるほど。あの質より量、もうこれでもう僕じゃあもうこれでいいじゃん。あ、まあいい、もうこれ綿棒15個ぐらい、そっちの量で、うん、1年間使えますよ、ね、あ、いいね。え、でもさ、無難にいいよね。無難にいい、これ。うわ、猫のなんかすごいいっぱいある。猫グッズじゃん、こんちゃんの。それあなた個人的に買うよ。いいな。え、でもむずいな。難しいね。服とかさ、こう、うん、着るものとかだとさ、あれじゃん、その人の好みあるから。まあ、そうそう、好みあるから、ね、家具もその人の好みあるから、うん、むずいな。コットンだって。かわいくない？かわいいね。これも買った。はい、大丈夫です。これってちょっと安くしてもらうことってできないですよ。できない。安くはできないみたい。どこねじって。楽しみですね。でも喜んでくれるといい。はい。なんでゆうやくんより安いんだね。僕は活用性、実用性があるもので揃えましたので、これは受けるんじゃないでしょうか。待って、予算に含めてなかったんだけど、どうしよう。あ、いける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 。あ、いけないわ。待って、どうしよう。しくったな、これ。どうしよう。30円でしょ。でもギフトボックスないとだよね、さすがに。いや、じゃあこれ2つ、これ2つキャンセルで、はい、キャンセルで、で、袋は計算してなかった。すいません。これを1つにしましょう。これはなしにして、でそれを戻しましょう。はい。もう計算機で必死で計算したんだけど、袋代入れてなかった。だから超ぴったりだった。本当全部やりますね。はい。僕が3時間かけて選んだこのプレゼント、喜んでくれたら嬉しいです。すいません、これください。ちょっと嫌な予感する。嫌な。ですね、ギフトバッグってこれってそうですよね。そうですね。 M サイズで、はい、この50円のやつですか。80円のやつ。そうですよね。じゃあレジ袋でお願いします。もしかしてこれ俺だけレジ袋。あれ、いや、まあまあね、あのギリギリレジ袋になってしまいましたが、まあ袋より中身ということで許してやってくんねえかな、ハニーズ。なんかワクワクドキドキする。下の3つめちゃめちゃいい匂いだった。全部どれもいい匂い。あそこラッピング忘れてた。忘れてた、俺忘れてた。あ、じゃあすいません、これに入れてもらって大丈夫です。いけるよ。いや、わかんない、わかんない。多分ね、俺いけないと思う。ほら、いけないと思うんだよね。あ、やばいもん。あ、やばいもん。攻めたね。あー、ちょっと超えちゃったね。超えちゃったな。なんか諦めないと。なんか諦めないと、うん、これ一個諦めてもいいです。あ、このピンクのやつ諦めてもいいです。すいません、足りろ。よし、足りた。すいません。よかった、足りたわ。なんとか喜んでもらえると嬉しいな。こちらもトートバッグに置いてきたって
あ、ちょっと値段見てから行きます。あ、いいんじゃない？高いこの猫。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあこのラッピング、はい、やっぱラッピングないとクリスマスだよ。そうね、うん、ダメだよ。はい、リモン結びやります。できる？ということでどんどんね、引いていきましょうか。もうパッパと OKOK。 じゃあまずハウちゃんから。はい、世界届け49番。ちなみにちょっと何をプレゼントするのか。一番クリスマスっぽいやつを持ってきました。おー、はい、普通に欲しい。俺もめっちゃ使ってる靴下。マジか。同じってこと？そう、いや違うけど一緒。違うけど。はい、靴下です。あうちゃんと一緒の靴下です。よかったね。じゃあ僕行きますね。ちょっと持ってて。はい、27番。はい、いらっしゃいますか？いないですか？いないならもう一回。あ、いました。はい、そこの靴に届きましたと。これもうでかいんだよ。もうめちゃめちゃいらない。めちゃめちゃやばいよ。クリスマスツリーです。クリスマスツリーしか買えんかった、ごめん。飾り付けは自分でお願いします。自分なのね。自分で買うの？俺もこれのまんまでもいいかも。俺自分で家にさ、部屋に観葉植物とか飾るじゃん。うん、それ俺買う金がなくてクリスマスツリーの飾り付けないやつを観葉植物として置いてる。なるほどね。そうそうそう。次はサルスさんお願いします。33番。ゾロ目。ゾロ目。おお。社長の商品を。社長のプレゼントですから。そうだよ。金一個ぐらいは入ってないと。入ってるよ。さあどうですか、目玉商品を。目玉商品はさっと紹介してみてください。こちらです。どうぞ。おお、だめ。金だ。チョコレートの、チョコレートのあれだよね、これね。ああ、チョコで作ったやつ。サザだっけ。サザ。さあ、じゃあお次はサクさんにしてもらいましょう。16番。おお、すごい。ディフューザー。おお、いいじゃん。すごい。おお、すごい。サンタさん行きましょうか。はい、サンタさんです。じゃあ私シュンペが選ぶのこちら。51番。はい、どうぞ。誰ですか？何のキャラ？大丈夫か？実用的なものに全部金かけました。いきます。多分みんな嬉しいと思う。なんだろう。ヘアアイロン。いらね。めっちゃそのまま見えてる。今ヘアアイロン。今こちらって声聞こえたんですよ。でこちらいんだよね。これすごいんですよ。これカールとストレートどっちも使えます。皆さん、これすごい。これすごいです。プレゼントいたしますんで。みんな抽選の紙自分の袋の中に入れといてくださいね。いきますよ。いいですか？はい、お願いします。41番。41番。もう私ここで死んでもいいぐらい喜んでる。めっちゃ喜んでますよ。いいね。でですね、私、趣味よりももっと実用性に役立ちました。何ですか？スタンドミラー。おー、おー、いいですね。絶対使うと思って買ったんで、これ使ってください。いいですね。しかもライトがつくんじゃないですか、それ。もしかしてこれ俺が欲しい。ラスト、木ですね。木の人。木って言うな。木。2年連続ぐらいやぞ、これ。今までで一番いい役もらってんじゃん。そんな木が選んだ、まあ、一番センスが良さそうですから、ブザーの中でも。これは期待できますよ。50番。50番。おいでよ。おー、あ、よかったよかった、おめでとうございます。僕はですね、本当に、はい、美容オタクなんで、まあ、それにちなんだようなものを、はいはいはい、いいじゃないですか。美容系ってことですか？はい、書き集めました。はい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 。
なんと、ここのなんかボタンみたいなところをへし折ると、カイロになるんですよ。おー、どうも、はい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 、はい、おしゃれ。しかも、使い切りだと思うじゃないですか。これ、あの、お湯で5分間沸かすと再利用できます。おー、お湯で、ね、はいはいはい、まあ、いっぱいありますよ、その美容系をそうか、せっかくだからね。バスソルトとか、あ、やっぱそうや、あ、バスソルトやっぱいいじゃないですか。いいね、いいね、バスソルトとか、まあ、あの、ハンドクリームとか、モヘイ君だから全部めちゃくちゃ出てくる、全部美容ね、まあ全部美容系、はい、もらって嬉しいものばかりということでね。はい、以上、ペンキマイズプレゼント。